ワンパーということで、リドルジョーカー実況続きのをやっていくんですけれども、今回はね、3回目の選択肢シーンから始まっていくんですが、前回からね、水着界に、入ったということなんで、ちょっとね、いろいろ楽しみなんですが、一つね、ちょっとね、残念というか、そう、まあ、そこまででもないんだけど、ナナミさん、もうちょっとさ、下がってくれないかな全体像が見えないという。ね、こう胸のあたりまで見えるのはすごいありがたいんだけどさ、やっぱななみさん小さくて、こういつもの視点だからさ、立ち絵が下の方がな見えにくくなっているというね、他のヒロインとかもどんな感じになるんだろうな、ちょっとまあ気になるところではあるんですが、まあ見ていきたいなと思います。で今回は、こちらね、ちゃんと言い直すの方選んでいきましょうか。わかった、謝る、悪かったよ、よく似合ってると思うぞその水着。本当にてかちゃんと言い直した挙句、よく似合ってると思うぞなんだななんかもうちょっと着色すればいいのにね。ああ、色も綺麗だし、よく似合ってる、変じゃない、いい感じだ、冗談抜きで可愛いと思うぞ。そうかなベタ褒めだったな。まあでもこれは嬉しいかもしれないね。兄としては少し心配だが。心配って何が？ね、また独占欲ですよいつもの。もちろん体目当ての野郎を引き寄せることに言った。変な男は兄が許さないからな。またそんなシスコンみたいなこと言う。ね、もうでもナナミさんも若干ブラコンみたいなところありますけどね。なんか降りるときにさ、こうミノムシみたいなことやってさお兄ちゃんお兄ちゃん言ってんだからさ、ねえ、そんなにお兄ちゃんをこうのことをさ、こうなんていうの、驚かせたいのかみたいなね。でもそんなキモい心配をするぐらい似合ってるってことなら、ありがとう。だからキモいとか言うな、ナナミさん。おお、そっか、今日はナナミさんのクラスと合同なんですね。おお、綾瀬さん、いい感じに漏れてるじゃないですかお、若干谷間まで見えちゃって、いいですね。やっぱこう見るとやっぱな、ななみさんのこの大きさが際立つね。現れたのは水着姿の三笠さんだ。スラッとしていながらもその胸には深い谷間が見えるまあ頑張ってんだよジロジロ見るな、もうあー、これはやばいぞ、人騒動ありそうだな。またこれパッド入りなのか。サトルくん、エロい目になってる。まあちょっと興味深い目にはなってるな。エロくもあるけど、そんな目にはなってね。俺はただただ何何ですか。この世の中もう何も信じられない。何それ、どういう意味。細かいことは気にするな。真実って知らない方が幸せなんだな。そんなにじっくり見られても困るんですけど。やだ、恥ずかしいいやちょっと待って、これ余計なこと言い出すなよマジで、サトルくん変じゃねえんだよ変じゃねえんだよ。その照れた演技に思わず鼻で笑ってしまった。思わずじゃねえわ、やだー。あ、何か面白いこと言いました。これは嫌な予感がするな。お前何笑う出てきたスタンドスタンドが出てきたアストラル使いでもあり、まさかスタンド使いだったな、綾瀬さん。怖いですねいやもうゾッとするわこれすごいなこれ、どうなってんだよマジで。いや別にいやスタンド怖いなマジ、視線だけでそんな声が聞こえるような気がした。それより二条院さんはまだ着替えてる最中なのか。さすがにもう着替え終えているはずですが、遅いですね。俺たちは更衣室の方に視線を向ける。おおあ、なんか若干こうなんだろう、ひらひら多めの感じなんだな。あでも可愛い系じゃん、いいじゃんいいじゃんね。すると
おずおずと二条院さんが姿を現した。おおこれはもう注目の的だ。なんだなぜみんな私に視線を向けているんだ。やっぱりこの水着はおかしいのか。ああいやそうじゃない、出てくるのが遅いから心配してただけだ。二条院さんかわいいね。お団子もいいよな。今回こうサイドテールなんだな。サイドテールって言ったらいいのこれ、何テールって言ったらいいのか分かんないけど、テールなのか分かんないけど、まず縛ってんのかこれ後ろというかこの髪縛ってんだな。もともとほんとよく似合ってる。いいないいな、羨ましいな。そっか本当に変じゃないか。変なわけない、すっごく魅力的ね。二条院さんスタイルいいからね。それぐらい色気たっぷりな水着の方がいいよてかさ、あのクラスメイトたちの声かわいいな。無駄に無駄にかわいいな。ありがとう。まあでもねスタイルいいからな、拾う骨はなさそうで何よりだ。とっても似合ってますよ、かわいいです二条院先輩。まあでもやっぱちょ七海さんのやっぱこのもうちょい下がってほしいな、これ二条院さんぐらいに下がってほしいなね、ちょっと全体像見たいわ。いやでもやっぱすごいよな、細っ。ほらみんな褒めてくれてます、だから自信を持っていいんですよ二条院さん。そうかありがとう、七海くんも可愛いと思うぞ。ありがとうございます。それに三笠さんもよく似合っている、さすがだ。さすがだな。ありがとうございます。それにしても二条院さんはまだいいとして、うん、あそこでなんだその大きな二つのねえ山はっていう。服の上からでも分かってはいたけど、うん、こうして水着姿で見ると本当に年下なのねえこれ大丈夫なのって思っちゃうか、小さくぼやく三笠さん。まあ仕方ないな。おかしい、絶対おかしい、実はモテるじゃないのやめろみんな綾瀬さんみたいな感じだと思うな。どの口が、あダメだね、ダメだね。もうやっぱ何かこうなんか胸につながるようなことを言おうとするとダメだね。もうね、どんまい。歯を食いしばってもらえますか。無駄に可愛いのやめよう。そしてわかった、ごめん、もう黙るから。はーい、そろそろ授業を始めるよ。さあみんなこっちに集まって並んで。じゃあ今日は水中でのアストラル能力の計測を行います。おお、水中での、まあでもそうなるよね。どういう感じに行うんだろうな。知っての通り水中でも能力を使うことは可能ですが、人によっては発揮できる力に大きな差が生まれます。あー、てかさ、もうすぐ行うもんなんだな。なんかこう準備段階とかさなく行うんだな。今回はその差を実際に把握してもらいます。まあ皆さんは以前にも経験しているでしょうが、確か転入生がいましたね。あーそっか、何度かやってるけどみたいなね。転入生、まあ、いきなりやることになりますけど。あ、はい、俺です。私もそうです。ありがとう。二人は慣れていないでしょうから、まず細かい説明を受けてください。わかりました。だが説明って誰から。では式部さん、あとはよろしくお願いします。おー、真由先輩が説明してくれるの。あ、真由先輩も来るんだな。あ、でもまあそうか、わかりました。おー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 おおおお。なんだこの姿は。え、は水着白衣。珍しいな。しかもメガネまでかけてさ。何この見た目のこの属性モリモリ感。水着だし白衣だしメガネだしみたいな。ねえ、そこには。水着に白衣、メガネまでかけた非常にマニアックで装飾刀な真由先輩がいた。もうどういう格好なのそれ。じゃあ二人ともこっちに来て。あ、すごい正面から。あー、これ正面から見るとやべえな、マジで。えぐ、どうして先輩がここに。さっき先生が言った通り、測定の手伝いに呼び出されたわけさ。
それであんな嫌がっていた水着まで。私だって着たくなかったよ。でも測定で濡れるかもしれないから水着は着ろって言われて仕方なく、まあそれはわかるんだけどさ、なぜ白衣まで着るんだ白衣が濡れないかそれ大丈夫ですか。いやでも結構えぐいの着ますね。もしかして白衣を着てるのは攻めたもの抵抗ですかどういう抵抗だよそれ。そのメガネも少しでもごまかそうと。うん、ほらこの白衣なら長袖だし膝下まで隠れてちょうどいいでしょ。それはそうかもしれませんが、うん、水着白衣だなんてなんだか逆にマニアック。これは眉先輩ルート期待できそうだなこういうのがあるのかな。わかる。その上メガネまでかけていつもと少し雰囲気も違うしな。先輩の場合白衣では隠しきれないその肉体のせいで普通の水着よりもエロい気がするね。そう、私はむしろ白衣を着てる方が落ち着くんだけどねそうなんだそうなんだな。これ見た感じなんか絶対さいや悪目立ちしそうだなっていうね。マニアックでなんかすごいなって思っちゃうけど本人は落ち着くんだな。そうは言ってもそんなにジロジロ見られるとさすがのお姉さんも恥ずかしいよ。だからそのあんまり見ないで。おいいですね。その水着白衣メガネで照れる眉さん最高ですね。ああ悪い。なんてことを言うのは自意識過剰かもしれないけどねいやでもなんか眉先輩この正面のやつめっちゃ好き。今若干斜めになってるけど正面の立ち絵めっちゃいいわ。先輩は綺麗ですし、うん、とてもセクシーですよ。眉先輩。ん？なんだい？お、これこれ好き。これいいよな。ここがなここがやっぱいい。本当にその水着よく似合っていると思うよ。大人っぽくてでも可愛くて、やっぱり周りと比較する必要もないし仮に比較しても遜色ない。言うね改めて。おお、急に何どうかした？おお先輩が言ったんじゃないか、乙女心は複雑怪奇だって。ああの話か。だから正直な感想を言ったまでだが。そっか。いやまさか褒めてもらえるとは思ってなかったからいきなりすぎてどう反応していいものやら。じゃあちょっとね、胸に飛び込んでもよろしいでしょうかね、あの部屋の眉先輩の部屋の時みたいにちょっと胸に飛び込んでもよろしいでしょうか。今度はこっちから。あとりあえずありがとう。なんだよ、私の知らない間に四季部先輩と仲良くなってる。まあいろいろあったんだそう、ななみさんの知らないところでいろいろあったんだよ。あーちょっとな。それはともかくさっさと始めよう。今ごまかしたでしょ。まあな、そういうわけじゃない。あ、今は授業中なんだからな、無駄話は良くない。急に真面目ぶるまあサトル君の言うことも一理あるよ。私が言うのもなんだけど早く測っちゃおう。わかりました。それで先輩、測定って具体的には何をするんですか？そうだね、リンク値、アストラルに干渉できる強さって言えばいいのかな。おー、リンク値、つまり能力の強さを表したものなのか。そういう見方もできるけどちょっと違うかな。おー、細かいことは省くけど要はどれだけ多くのエネルギーを生み出すかってのを分かりやすく数値化したものさ。あー、どれだけそっか、多くのね。ものすごく簡略化してるからこれも微妙に違うんだけどね。あくまでニュアンスとして、単純な力の強さだけじゃなく広範囲に干渉するにもエネルギーは必要になる。それに
エネルギーは全部効率的に使えるわけじゃないんだよ。能力次第では無駄に垂れ流しになる分もあるのさ。なるほど。まあでもそうだよな、うまく使えてる分は使えてるけど、なんかそれ以上にこうエネルギーを別に使っちゃってるみたいな。効率的にやっぱさ、そう全部使う得るようになった方がいいよな。だから高ければ優れてるってわけじゃないわけ。なるほどな。そうだったのか。まあなんとなくは分かったよ。よかった。じゃあ早速器具をつけるからじっとしてね。器具？はい、オッケー。おう、二人ともありがとう。もう器具を外しても大丈夫だよ。あ、もう終わりなの？今のでもう数値が出たんですか？前に比べるとずいぶん短い時間でしたけど。前は複数の検査を重ねたからね。でもこれは数値を測るだけだから。なんかサクサクっと終わっちゃったね。ちなみにそれって教えてもらっても問題ないよ。ななみちゃんは207。おお。サトルくんは56。56。なんかどうなんですかこれは。はあ、私の方が大きいんですか。それだけ回復能力にはアストラルが必要になるってことだろ。俺の能力はあくまで脳の状態を意識的に変化させられるだけだからな。ちなみに確認されてる中ではアストラル使いの平均は106だったかな。おお。最低値は26で最大値は247。微妙だな。こうまあ七海さんは結構高い方で、まあどちらかというとサトル君はこう低めな方って感じだよね。普通の人だと平均で12だったかな。おお。理論上能力を発揮するためには20は必要って研究結果が出てたはず。ああ、ちょっとはな。でこう目に見えるレベルでこう力が出るにはやっぱ26ぐらいないとダメとかそういう感じかな。結構幅広いものなんだな。で今のは通常での数値。水中の場合はななみちゃんが108、サトルくんは53。おお。さすがサトルくん。やっぱどこの環境でもある程度は出せるんだ。サトルくんは誤差と考えていいだろうからどちらでも変わらない。ななみちゃんはかなり下がってるね。能力を発揮できるけど回復させるのなら陸上の方が良さそうだ。あー、そっか、水中は結構厳しいか。まあそりゃそうだよな。研究っていろいろあるんですね。リンク地なんて知りませんでした。ねえ、相当進んでんだね。てかすごいよな、まゆさんはこういうのもちゃんと手伝えるレベルでねえアストダル研究してんだな。これは最新の研究でリンク地も発展途上だからね。この機器だって今年度になって導入されたものさ。いやそれをもうサクサクっと使えるまゆさんもなかなかだけどな。菊花学院みたいな特殊な場所でないとまだまだお目にもかかれないレアものだよ。意外だったのはサトルくんの数値だね。うん、想像してたより小さい。へえ、そうなのか。身体強化は大規模な能力とは違うけど結構エネルギーを必要とする。だからもうちょっと高い数値でもおかしくないのに。ちょっと危ないですねこれは。それはおかしいってことか。不安にさせちゃったかな。そんなことはないよ。無駄の少ない効率的な使い方をしてるってこと。もしくは出力の上限が低いのかも。ああ、なるほどね。あくまでただの目安でいろんなパターンがあるから気にしないでも全然大丈夫。いや、よかったよかった。なんか無駄にこう違和感をさこう悟られるというか、なんかそういう感じになっちゃうとね、サトルくんもビクビクしなきゃいけないからな。それなら、あーそっか、機器の導入も最近ならまだまだいろんなデータを集めている最中ってところなんだろう。虚偽の報告がバレるかと思って少しびっくりしてしまった。もしかして心配性？意外と繊細なところもあるんだね。触るものみな傷つけるような子だったから
てっきり大胆な性格なのかと。ちょっと過去の話は。だからそういう話はやめてくれ。ごめん、ついね。でも気になるのなら、そうだね、身も心も委ねてみる。お姉さんが体の隅々まで調べてあげる。調べられてえな。調べられてえな。そしてまゆさんの体も調べたい。サトルくんがエロい目をしてる。そしてナナミさんが牽制を入れると。してねえ。先輩も兄を変な方に誘わないでください。やっぱナナミさんもね、こうしっかりそういう感じでこう牽制入れてきますね。お兄ちゃんを取られたくない。妹の嫉妬かな。違います、そういうことじゃないです。おう、ただサトルくんは先輩みたいな綺麗な人の誘いに気安く乗っちゃいそうだからやめてほしいだけです。へえ。ま、そういうことにしておいてあげましょう。そうですね、うん、違うって言ってるのに。不服そうに唇を尖らせたナナミ、そのまま俺を軽く睨みつけてきた。違うからね。いや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 、もう分かりました。じゃあ俺は別に何も言っていない。それにマユ先輩には悪いけど実験に付き合うつもりはない。それは残念。そもそも俺の能力はごまかして登録してるんだ。いろいろ調べられると非常にまずい。マユ先輩。やっぱり距離が近くなってる。もしかして授業サボって先輩の部屋に入り浸った。いやー、まあいろいろあるんですよ。授業には真面目に出てるし、あれ以来先輩の研究室に入ってない。私としてもお尻を蹴り上げる機会がなくて残念だよ。仲良くなったのはもっと別のきっかけ。どんなきっかけなんですか。それについてはないしょ。何その目の動き。どういう目の動きだったんだろう。いや、あの どこを見てそれやったんだろうね。ウィンク、こうなんか両目開けて。みたいな、なんかさ、どういう順番だったの。意味ありげな言い方しないでくれないか。でも秘密にしてる方がいいんでしょ。それはそうなんだが。なんだか意味深。お前が気にするようなことは何もないよ、本当に。それだけは断言しておく。それよりも測定が終わったのなら、この後は。測定が終わったら各自で能力の使い方を練習研究をするようにって言ってるけどね、要はアストラル能力を使って遊んでいいよってこと。ああ、もちろん常識の範疇で。危ないよな。でもな、遊ぶ、変に目的を与えるよりも面白そう楽しそうっていう方が自由な発想を生むものさ。まあそうか。そうやって新しい使い方を自分で考え探り発想力を養うんだよ。てなわけで二人も好きにしていいよ。だったら先輩、リンク地について教えてもらえますか。おお。七海さんはやっぱあれだな、こういろんなことにどんどん興味持っていくね。リンク地について。変わったことを知りたがるんだね。なんだか面白そうなのでもっと知りたいです。それに体を動かしたりするのは得意ではないですから。まああと七海さんのね、そのなんか水の中ではね下がったみたいなところは、なんだろう、ちょっとこう気になるところではあるよね。今後のさ、こう任務とかも含めてな。ほほう、勉強熱心だね。よろしい、お姉さんにお任せ。サトルくんはどうする。何かお姉さんに聞きたいことがあるなら一緒に勉強する。ちなみにそれ今後の授業と関係する。専門的な研究をしていきたいなら関係はあるね。でも普通の授業にはリンク地はまだ採用されてない。あー、そうだよな。それはね、もう最近導入されたんだもんな。だったら遠慮しておくよ。今日は別のことをする。わかった。じゃあナナミちゃん、向こうで話そっか。いやいいね、なんかこのまゆさんにタメ口聞いてるのがなんかいいですよね。はい、
よろしくお願いします。あ、でも二人っきりになっても襲わないでね。それは保証できない。マユさん、それは保証できないな。まだそれ気にしてたんですか。本当に違うのに。サトル君のバカ、アホ。そっか、そっか、ナナミさんの、ナナミさんがマユさんを襲うってことね。そうだな、確かに。そう、話の流れ的にそっか。出た、バカ、アホ。これな。また今回も聞けましたね。本当にすまなかった。いろんな意味で文句を口にしながら立ち去るナナミ。その背中に謝罪してから俺はあたりに目を向ける。行くぞ。お、いいぞ、いつでも来い。おお、水動かしてんのかな。うわ、すっげえ、本当にできるもんだな。まあ、でもやっぱ念動力系はさ、こういうね、なんていうの、この水があるところだとすごいこう成長しそうだよね。コントロールがさ、こう良くなってみたいな。おそらく能力を使っているんだろう。プールが波立ち、まるで蛇のように水面が、鎌首をもたげた。水の操作、いや、驚くぐらいなんだ。違う能力で無理やり水を操っているんだろう。持ち上がった水の蛇がもう一人に襲いかかった。もう吸い飛んじゃんそれ。思ったより神経を使うなこれ。あ、まあでもやっぱ水を操作ってなるとな、なんかこういつもより神経使いそうだよな。けどできたじゃん。しかもわざわざ俺にぶつけやがって。今度は俺の番だ、絶対やり返してやる。なるほど、遊びながらも能力を使うってこういうことか。俺はどうするかな。俺は能力を偽って報告している。あんまり変なことをすると尻尾をつかまれるかもしれない。ここはおとなしくしている方がいいんだが、一人でぼーっとするのもな。誰か話し相手になってくれそうな人は。ん？プールサイドに人だかりができていた。もともと人数が少ないから人だかりといっても5人程度だが、友達同士で何かを話している様子でもない。この広い空間でそんな風に集まっているのは一体。足を向けてみるとなぜか集まっているのが男子だけなのかが分かった。あー、もうね、もう察しだな、いろいろと。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ここからまた一波乱ありそうなんでね。はい、次回はこのね、三笠さん、てか三笠さんなかなかエッチー水着着てますね。そういうタイプね、こうひらひらあるけどこう紐みたいな感じでさ、こうなってるタイプね。なるほどなるほど、出た。そういうのを着てる人ほんとなんかあれだよね、自信ありそうだなって思っちゃう。ただね、綾瀬さん、ここどうしたんですか、どうなってるんですかこれ。どうなったらそうなるんですか、すごいですよね本当にね。はい、ということで、いい笑顔、この笑顔が次回どうなるのか、ぜひぜひお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。